こういう時じゃないと話せない。交流して意見交換し合って。本音もうバンバン出て、ここ始まった瞬間ちょっと静かになってる。部下の気持ちになることですね。気持ちの面も技術の面もアドバイスしていければいいかなと思います。お疲れ様です。今日はどういった会かお聞きしたいんですけど、今日は水道事業部の役職ついてる方のお食事会に熱いミーティングがかなり繰り広げられてたんですけど、熱いミーティングですか、はい、その後はこうみんなでご飯食べながら、はい、たわいもない話したり、はい、結局結構みんな仕事の話を引き続きしてるような感じになりますか、ね、こういうのは毎月とかですか。毎月やられてますね。自分ちょっと今日久々に参加させていただいたんですけど、はい、月に1回とか、まあ、月に1回、はい、まあ、ミーティングは月に何回かあるので、はい、でまあ、普段こうやっぱり現場出てくれてるんで、はい、こういう時じゃないと話せない、ざっくばらんに話して楽しみたいと思います。はい、お疲れ様です。マリアさん職人で毎回ご参加されるんですか。そう、参加しないんですけど、はい、呼んでいただいたんで。普段交流とかってありますか。まあ現場に呼んでいただけるんで、ご飯食べたりとかまあなかなかないです。出ますね。まだ曲がり方に出ます。仕事とかじゃなくて、はい、結構確認してもらってます。はい、楽しみです。違うじゃないですか。してるよ。お疲れ様です。お疲れ様です。こういったなんか集まりとかって定期的にあったりするんですか。そうですね、1ヶ月に1回がベースでやってる感じになります。月1で会ったことをこう話されたりとか、ね、交流して意見交換し合って、はい、今はもう完全に食事になるんですけど、こういう場あるとやっぱ楽しいですか。いろいろお話されて、いろいろ話されて、すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。全部今日は水道事業部の集まりということでお伺いしたんですけど、役職者の、はい、集まりミーティング終わってから食事会っていう流れです、はい、この会を通じ水道事業部の雰囲気とかすごく変わったってお伺いしたんですけど、風通しが良い感じですかね。このミーティングからの食事会っていうのはもう何年も前からやってるんですけど。あ、そうなんですか。へ、やっぱり一緒に食事する、はい、いいですよね。やっぱいいですよ。本音とかもいろいろ聞けますよね。まあ、本音もバンバン出て、ここ始まった瞬間ちょっと静かになってる。なるほど。まあちょっとシリアスな話も進めながら、まあ、今日もじゃあいい回になったということで。もちろんです。あ、なるほど。こんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、今日は役職者のミーティングがこの前にあったんで、今日は役職のメンバーで食べてみたいな。皆さんで集まる機会とかもあるってことですか。一般の営業の人はもう各おのおのと、まあ、夜ご飯食べたり現場終わりっていうのはあるんですけど、まあ、こうやって集まってっていうのはなかなかやっぱ水道事業部だとみんな終わる時間がバラバラだったりとか、終わる場所も違うのでなかなかちょっと難しいんですけど、その分会社も福利厚生としてバーベキューとか、あのサウナとか企画してくれてるんで、まあ、そういったところでみんなで遊んでって感じです。楽しんで、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。働き方のマインドとかっていうのは、まず本当入社3ヶ月目の時に準備出させていただいた時に、営業マンなんで売上を意識して他の方に後押しいただいて、皆様の支えがあってここにいるので、これからは新人さん今入社して抱えてる不安だったりとか、売り上げをどうしていけば上がるかっていうところを自分が後押しできればいいかなと。今後の個人の目標だったりってのは何かありますか。個人の目標っていうよりは e ライフ の、 そのお客様に感動できるサービスを提供するっていうところはもちろんなんですけど、まずは入ってきた新人だったりとか、ちょっと売り上げに伸び悩んでる方の、はい、まあ、数字だったりとか、はい、どういうふうに仕事を取り組んでいくことによって売り上げが上がるかとかっていうところも、はい、気持ちの面も技術の面も、まあ、いろいろとアドバイスしていければいいかなと思います、はい、これから e ライフグループの一員として、まあ、水道事業部の一員として入られたいという方に何かメッセージをお願いします、はい、自分がそうだったようにここの会社に入って本当人生180度変わったんで、はい、あの生活の面も収入も一気に上がりましたし、気持ちの面でも全然違うんですね。会社の名前の通りいいライフになってもらいたいっていう意味も込めて、新人さんとかもね、まあ、本当に同じ境遇になってほしいっていうのは本当に一番ありますね。本当に一緒に働けるメンバー探してますね。募集してますんで、ということでお待ちしてます。はい、はい、お疲れ様です。こういう会で役職者とか幹部の方が集まってると思うんですけど、部下を持つ上で心構えというか気をつけてることとか、そういうところってあります。最近特に思ってるのは、はい、部下の気持ちになることですね。自分の立ち位置と部下の子たちだとマインドっていうんですか、はい、気持ちが違うので、そこをどれだけ寄り添ってあげられるかというか、そっちの目線に立ってあげるかで、はい、その部下の成長も変わるし、はい、そこをないがしろにすると、はい、やめちゃう子が増えたりとか、下の子が思ってることと自分が思ってることが違うっていうので、そ
そこは最近も本当特に気をつけてます、ね、上の立場からしたら当たり前だけど下の子たちからしたら難しいっていうところだったりをそこの目線に立つってことです。そうですね、それを意識して、それを意識してます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ぶっちゃけその会についての、はい、まあ、専務の狙いじゃないですけど、ちょっとお伺いしたいなっていうので。狙いというより水道事業部ってそもそも会えないんですよ、日頃。あ、毎朝どっか出社して、はい、集まってこう仕事行くぞっていうスタンスじゃないんで。あ、そうなんですか。月に役職者でも 1、2回。1、2回ですか。1人でずっと現場やられてるような感じですか。そうです、そうです。ああ、そうなんですね。なんでミーティングとか、まあ、それ以外に話したりぐらいなんで、それは合わないんですよ。なんでもミーティングの時はもうミーティングして、ね、その後に1回っていうの、はい、あ、そうなんですね。大切な時間なんですよ。大切ですね、これは。なんで大切な時間を奪わないでもらっていいですか。すいません。寒いんで。寒いんで、もしもし。じゃあ、中戻りましょう。はい、すいません。ありがとうございます。岡田です。はい、先月、まあ、過去本当トップに近い、まあ、単価とあとパス率を、まあ、出たっていうことで、まあ、本当皆さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。会社としても、まあ、1月あの表彰式もやっていただけたんで、まあ、そういったところもかなり、まあ、ちょっと皆さんの単価とパス率のつながってるのかなとは思いますんで、まあ、そこをしっかりまたみんなでそういったものも共有しながらもっともっといい事業部にしていけたらと思うんで、まあ、2月からちょっと体制も若干変わったので協力してやっていけたらと思いますんで、末永くよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ、はい、今日は水道事業部の、まあ、集会ということ で今回その会を通じて、まあ、所長がこう伝えたかったこととか何、はい、かありましたでしょうか。まあ、今日僕から何かを伝えるっていうよりかは、はい、まあ、2月があの各最高の成績があったっていうことと、はい、3月1日から新体制になったっていうことで、そこの確認事項だったり、まあ、新しく役職に就く人もいるので、そこのまあ役割の確認だったり、うん、周知事項を共有してまた今後に向けてまた頑張っていきましょうっていう素敵な会になりましたね。そうですね、はい、前回集まったのがあの表彰式ということで約1ヶ月半ぶりぐらいの集まりだったんですけど、まあ、すごく今水道チームもすごい一丸となってて、より良いものを作っていこう、みんなで作っていこうっていう今すごい熱い気持ちを持った役職がいないんで、今後に期待してください。はい、ちなみに最後にあの水道のチームは新しい方とかって募集されてますか。随時、ただ楽じゃないです。水道業界も潰れてってることも多いんですけど、我々がこうやってきたことがすごい今証明されつつあって、まあ、やってきたことが間違ってなかったっていうのと、高いところでのお客様サービス、もちろん技術もそうなんですけど、お客様と の, この接し方だったり、もちろん新しい商品もどんどん出てくるんで、まあ、そこの部分 の, この知識だったり、多方面でのこうなんかより高い質っていうのが今求められてるので、まあ、そこに向けて精進してまいりますので、熱い気持ちを持った人はぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。